上からお客様が降りてくると思うんですけどね、まあ、それまで、田村まさかと申します、ボーナストラックです、ピアノを聴いてください、ありがとうございます。8時になったらまた改めてご挨拶いたしますからね。いいピアノがあって、こんなに広い空間があって、生の音をお届けいたします。バッハの G 線上のアリアやってみたいと思います。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。田村まさかって言います。知らなかったでしょで知らないよね。音楽家なんだけど、今日は演奏ね、ピアノとオカリナという楽器を演奏するんだけど、ちょっとね覚えてもらうためにね、田村まさか、15年ほど前にね、ラジオ局の、控え室でね、モノマネ芸人さんと一緒になったね、おしゃべりしておりました。そしたらですね、その方が言うにはね、どうも私の声が似てるから一緒にやりませんか、ね、で田村まさかクエスチョンでやっていったらいいんですね。ああそうなんだ、ね、私当時そのことも考えもしなかった、ね、髪型だってボサッとね、まあ、あのぼちゃん狩りだしね、ああそうなんだと。で私このコンサートずっとやってますからやってみたんですよね。忍三郎ですってそしたらね、お客様が随分喜んでいただいてね、あこれは モノマネってのは面白いな、ね、そういうわけで調子に乗って田村まさかのポスター作ってね、やっちゃいました。これポスターいいでしょうかね、奇跡の一枚って言われてるねこの一枚を撮るために ね2日かかったかな、おそらく1000枚ぐらい撮ったんじゃないかな、本人より似てるまあいいんですけどもね、モノマネやりだしてましたらね、ありがたいことにね、本当にありがたいことに、いろんなイベントに呼んでいただいてね、東京、大阪、九州、鹿児島、ね、あちこち行って忙しくなりました。テレビにも出るようになった、ね、いやいやこれから楽しくなるよな、ね、思い出してください。3年前、世の中全体がコロナになってしまいました。さあコロナになったらどうか、
ね、まだ記憶に新しいですよね、結婚披露宴さえもなし、ね、子供たちが頑張って大学に入ります、大学入ったって、あ、学校なんか来なくてもいいよ、リモートでいいよ、ね、東京あたりの会社の人なんかね、あ、会社なんか来なくていいよ、リモートでいいよ、ね、そんな時代ですよね。さあ、私たち音楽家はコンサートができません、ね、矢沢永吉さんでさえできないんだから私がぐずぐず言ったってしょうがないよね、3年間コンサートがなし。ところがですね、私はね、網走に暮らしてるんですよ。このホテルまで随分近いんですよね。車で走ったら7分21秒で来る、ね、このロビーコンサートだけはできたんですよ。まあそれはね、インバウンドの方ももう全くいなくなっちゃって、もうコロナの前はね、もう毎日場外までブワーッと人がいて、ね、すごかったですよ。ただね、たくさん来りゃいいってもんじゃない、ね、中にはね、邪魔するようなやつもいっぱいいるんですよね。携帯電話のスピーカーもんで、わざわざそこでね、大声で邪魔したりね、まあ、そんなやつが来なくていいやとね。だから、とにかくコロナになって、音楽をたしなむっていうかね、好む人たちにとってはね、生の演奏っていうのがもう本当、飢餓状態なんですよ。まあ、例えたらこんなもんです。このコロナのせいでしばらくおいしいもの食べてないような、ね、いつも納豆ご飯納豆ご飯我慢してきた3年間なんだけどね、やっぱりね、せっかく今日お会いできたのね、ピアノとオカリナという楽器でね、生の音をちょっと楽しんでください。本当何の仕掛けもしてないです。単にマイクをブチッとさしただけでね、生の音をお届けいたします。さて、私ピアノが好きでピアノをやるんですけど、やっぱりね、オカリナがすごく楽しいんです。ピアノはあと1曲だけあります、そしてオカリナのコンサートやります。さて、45分ぐらいまでありますからね、ゆったり、そこにトイレもありますから、トイレの中でもちゃんと聴けますからね、田村正和賞を楽しんでください。お風呂に行っちゃうとね、コンサートすぐ終わっちゃいますからね、お風呂は明日の朝までゆっくり入ります。何度でもふやけるぐらい入ってください。で、さて、改めまして田村正和賞です。ようこそお越しいただきましてありがとうございます。始めたいと思います。ありがとうございます。さて、ピアノ1曲やりますね、一番よく聴く曲だと思います。ショパン、ね、ノクターンの 9-2 をお送りいたします。
ありがとうございます。あったかい拍手ありがとうございます。もうピアノが好きでね、やってるんだけど、まあ、ピアノでね、ご飯を食べるっていうのはね、大変なことでね、私がプロになれたのは、この楽器なんです。オカリナなんです。15年ほど前にね、熊が出そうな森の奥にで開かれたコンサート、森のコンサートっていうふうに呼ばれてね、あ、そういう自然の景観で吹くにはこれいいんじゃないかな。でこれ土ですから、土で植木鉢のような素材なんですね。値段も安いし簡単だし、吹いたら音が出るね。まあいいんですけども、このオカリナがね、とてもその素朴な音楽の楽しみ方ができる楽器だと思うんですよね。さて、生の音をお届けします。そして一つ大きな自慢があります。こうやって一人でね、演奏するときには大概このカラオケを使うんですよ。私もね、コンピューターで今もっと簡単にカラオケできますからね、ずっとカラオケ使っておったんですけど、去年ついにカラオケを卒業しました。カラオケやめましたね。せっかくピアノが弾けるんですからね、このちっちゃいピアノを、使って、ピアノ伴奏も生でやっちゃいます。すごいでしょうね、一人でやっちゃうんですよ、ね。さあ、どういうことかって言ったらね、まあ、手品みたいな話なんですけど、種明かしをいたしましたら、これ自動演奏機能がついてて、あらかじめ伴奏を弾いてるわけですよね。あらかじめ弾いた伴奏がその鍵盤がその動きの通り再現してくれるね。まあそれで鍵盤だけ見ててもしょうがないんで、実は舞台セット、私もう一人用意しましたすごいでしょ。これね、ダイソーという専門店に行ってツールを買ってきましたね。簡単にしてすみません。あ、このラインだとね、薄っぺらい人間に見えますけど、もうちょっと厚みありますからねまあいいですよね。これですと、いや、もうこの線で見るとね、本当にピアノ弾いてるように見えるんでね、まあ、本当に弾いてるんですよ、時差で、ね。さあ、オカリナの音色楽しんでください。そして、ようこそ北海道へ。やっぱりこの曲からやれないとね、北の国から。さあ、でもね、意外とね、オカリナの音初めて聞いたよ、生の音初めて聞いたよってね、よく言っていただける。それはもうすごくやりがいがありますよね、嬉しいですよね。まあ今日はね、そのマイクにブチッと、アンプにマイクをブチッとさしただけの、本当、生の音をお届けいたします。オカリナのコンサートをお楽しみください。そして田村まさかと申します。覚えて帰ってね。ね、さて、お待たせしました。今北海道を、ね、象徴するような
北の国から、まあ、作ったのは長崎の人なんですけどね、まあいいんですけども、あの次はですね、紋別の歌をお届けいたします。紋別の歌、あれあれって紋別の歌って分かんないでしょ、ね、ところがね、大人みんな知ってる歌なんですよ。めちゃくちゃヒットした歌なんで、まあ背景からちょっと説明しておきますね。有名なところではね、宇宙戦艦ヤマトの主題歌を作った宮川博さんって作曲家で、実は北海道の方でね、子供時代を紋別の奥地で過ごしたわけですよね、暮らしたわけなんですよね。その時の冬の情景の景色、焼き付いた景色が歌になってヒット曲になったんです。さあ、もうちょっと説明いたします、想像してみてください、紋別の奥に、実は鴻前鉱山という、ね、金の採れた鉱山があって随分にぎわったんですね。さあ、その冬、北海道の内陸の冬って言ったらね、それはもう簡単、もう本当想像の通り雪と氷しかない真っ白の世界なんですけども、ところが鉱山ですけどね、生命線の鉱物を運ぶ線路がその山の中に通っておったわけです。その生命線です、宮川少年にとってはね、その線路が輝いて銀色に輝いて見えたんだよね。さあ、大人になってその子供の頃の冬の情景を思い出してできた歌が、あの銀色の道っていう曲なんです。あれ紋別の歌なんですね。そういうわけで、こんな土産話もね、割と皆さん知らないみたいで、さあ、銀色の道やってみたいと思います。夏休みに入って子供たちも来ていただけるようになったから、あのジブリ今日やってみましょうかね。ジブリ、天空の城ラピュタ、君を乗せてやってみたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。いいでしょこの音色ね。さあ、もう今日はジブリでやっちゃいましょうね。次はね、いつも何度でも、これもね、可愛らしい曲ですよね。やってみたいと思います。それがね、実はジブリって本当にあのセンスがあるっていうかね、なんと歌手として指名したのが都はるみさん、ね、大人の人はよくわかると思う、大人たちはよくわかると思うんですけど、都はるみさんって言いましたね。独特の拳をね、うなるような拳を使って有名になった歌手なんですよね。その都はるみさんがすごく穏やかなメロディーをまた綺麗に歌ってるんですよ。だからね、ジブリが思うに、都はるみさん、あなたはね、そんなあの力ずくの拳なんか使わなくていいんだよみたいに言ってるようにさえ感じます。とても本当にびっくりしました、私ね、最初。都はるみさんがカバーしてるのかなと思ったら、都はるみさんが歌ってるんだね。はい、それではその穏やかな曲、愛は花、君はその種子。
とうございます。ねえ、素晴らしいですね。さあ、そしてジブリね、ジブリがすごいなと本当に思うのは、去年の暮れにね、松任谷由実、ユーミンが、文化勲章をもらったね。これ文化勲章を70代でもらうってこれすごいことなんですよね。大体もう80とか90ぐらいなんで、もう人生も終わりに近づいてこかないと、もらえないんですけど、ユーミンはまだ70そこそこ、ね、その背景にはですね、私は本当に思うんですけども、ジブリがユーミンを採用したっていうことがすごく大きな影響を受けてると思うんですよね。なんでかって言いましたら、ユーミンなんていうのは大体私の年代しか知らないはずなんですよね。ところがですね、ジブリが扱ったものだからちっちゃい子供たちが知ってるね。そのちっちゃい子供たちを通して20代30代とかね、若いお父さんお母さん方も直接、見るようになる。そこら辺がね、国民広きにわたって文化の功労があったっていうことが認められたんでしょうね。そしてね、この舞台をやってると本当に思うんですけど、海外の人にもよく知られてますもんね、ユーミンは。それはもうジブリが採用したからっていうことがすごく大きな影響を受けてると思いますね。さて、ユーミンの3曲ほどあるんですよね。優しさに包まれたならっていうのがあるんであります。ちょっとこれカンニングしないとまだちゃんと覚えてないですよね。カンニングします。優しさに包まれたなら、thank you.
のね、そのジブリがその今日3曲やるんですけどね、この優しさに包まれたナルなんだけどね、実は松任谷由実じゃないんだよね。ね、大人しか知らない事情です。荒井由実なんですね。荒井由実ね、なんとその今日やる3曲とも荒井由実なんですね。さあ次はね、ノリのいい曲です。魔女の宅急便で使われたね、これも荒井由実の、名曲です。ルージュの伝言。死んでこいっていうね、そういったその映画にね採用したのが飛行機雲ね。飛行機雲、ユーミンが小学校時代に仲の良かった同級生がね、中学高校と学校が変わっていて、それがね、知らぬ間にね、お友達は亡くなってた、ね、風の噂で聞いて、ね、病気で亡くなってた お友達は空に行っちゃったって、ね、まあ、そんな歌だったんですけどね。さて飛行機雲をやってみたいと思います。名曲です。デビュー曲なんですよ、これがね。
今日もね、本当たくさんのお客様にね、ご縁をいただいて、なんだろうと思ったでしょ、田村まさかね、覚えて帰ってほしいんです。本当コロナの影響が3年も続いた、今、ね、もうそろそろ動きが始まってますけどね、なんていうんですかね、私も YouTube に力を入れるように、考え方を変えてね、去年の秋に、やっと YouTuber としての資格をもらいました。でもまあ可愛らしいもんなんですよ。私の YouTube から の収入っていうのはね、月に3000円ぐらいですからね。ね、まあ可愛いもんです。ですから今日覚えて帰っていただいてね、お客様もお家帰って時々、YouTube で田村まさかのね、私の動画を、見てほしいな、ね。それこそ今日やったようなピアノ、オカリナの演奏。これはまあ本当に一番数が多いんだけど、それとか吉田拓郎さんが大好きでね、吉田拓郎さんのカバーなんかもやったりしてますし、そして、テレビに出たシーンはね、大体YouTube に上げちゃいけないんだけど、まあ、ローカル局なんかはね、まあ、いいんじゃないかなって言ってくれるところはね、上げたりしてますよね、偽物ですってやってますからね、まあ、このモノマネなんかっていうのはね、まあ、本当に、なんていうんですかね、私の場合は田村正和さんのモノマネしかしないからね、まあ、田村正和さんも名優なんですけども、歌うわけだなし踊るわけだなし、ね、モノマネやったってね1分で終わっちゃうんですね、まあ、だからね私の場合は、まあ、音楽家ですからたまたま演奏をやりますんでね、そういうことで時々 YouTube、見て、応援してください。それこそチャンネル登録なんか今日来てくれた方がねしていただいたんでね、月々の収入が私3000円だったものがひょっとしたら3001円になるかもしれません、ね、そのぐらい可愛らしいものですから、ね、力貸してください。さて残った時間があとちょっとなんですけど、私音楽家です、ここにアルバムがいっぱいあるでしょ、実はねオリジナル曲がいっぱいありましてね、ちょっと残った時間でそのオリジナル曲を聴いてほしいなと思います。さて一つはね優しい感じの曲です。 G スプリング聴いてください。シンプルなものが多くてね、原風景がね、考えてみたら、まあ、ばあちゃんが歌ってくれたその唱歌とか童謡だとかそういったものが頭の中に入ってるんだろうなと思いました。本当にシンプルなものが多いです、そんな曲がまたまたこのオカリナという楽器に合うんですよね。これねお客さんもやってみたらいいですよ。簡単な楽器だからもう一回言うけどね、これ吹いたら音が出るそして値段が安い、ね、
このピアノね、まあ、せっかくあるから言うけど、今調べてみたら1個250万円するね、じゃあこれちっちゃいのはどうだろう、ちっちゃいのでさ130万円しますね。で私が使ってるオカリナ1個8000円いいでしょ、おもちゃみたいですよね。で楽器屋さん行ってみてください、7000円ぐらいから売ってるから。それで、ね、例えばほら、テレビなんか見てるとね、いろんな楽器ありますけどね、芸能人格付けチェックってあるじゃないですか、ね、バイオリンの話、ね、3万円の鈴木のバイオリンと10億円のストラディバリウスと、あなた違いが分かりますかってやってますよね。10億円、私ね10億円ちょっと持ってないんです、買えないです。まあお客さん持ってるかもしれないけど ね、もし持ってたら買ってね、まあ、で私のオカリナは8000円、ね、だからね。そしてね、オカリナはね、高いものだってね、3万円ぐらいかな。ね、で、だから安心して買ったらいいですよね。それで YouTube でね、田村まさかオカリナ講座って検索したら、息の使い方、指の使い方、ターンギング、まあ、いろんなコツなんか載ってるからね、もう YouTube で学んじゃう。ね、そしたらね、あらゆる楽器の中で一番ものになりやすいと思います。一つだけ買うときの注意をしておきますね。これ、焼き物なんですよね。非常に成形が難しい素材です。音痴です。結構音痴な状態で当たり前に流通されています。高いの買ったから音痴じゃないか。いやいやいや、そうでもないんだよね。だから買うときにはね、くじ引きだと思って買ってください。なんかそうはいかないよね。あ、今回外れたって。そうはいかない。だからね、もう私の名前使っていいから、田村まさかに言われてきたんだけど、お店の在庫でいいやつを選んでちょうだいって言ってください。お金を払う前に。ね、だから大変なんですよ。で、私はどうしてるかって言ったら、実はよくなる楽器、手頃な値段の楽器を仕入れてきて、自分で調律して使ってるんですよね。これはね、私の教室の受講生にも分けてあげるのに、これを見つけてきた。ね、もしよかったらこの完全調律したやつをね、白い箱で1個8000円で、受講生と同じようにお分けしてます。もしよかったら、まあ、買ってくださいっていうのではなくて、やってみたい方はこれすぐコンサート用に使えますよっていうことですね。それで、ね、実はこのオカリナもちょっと手に入らなくなっちゃってね、探してみたら今度こういう白いやつにぶち当たってね、これがなかなかいいもんでね、ちょっと材質が硬いんですよね、すごくね。本当に石みたいな楽器なんだけど、ちょっと値段高いですけど、これ1万円のやつね。じゃあ次はこれを使ってやってみたいと思います。まあこれもね、いくつか今用意してますね、新しいお金なんですけどね。次はね、F スプリング、聴いてください。
ました。ありがとうございます。さて、あと2曲ぐらいちょっと付き合っていただきたいですね。次は何しようかな。望郷バラードいきましょう。望郷バラード。最後の曲は夏の終わりのセレナーでお送りいたします。Thank you.
当にこれだけたくさんのお客様最後までありがとうね。時々 YouTube で、思い出して見て応援してください。田村まさかでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。